ワンカットスドッグランドクリトーペジョブリー。本日は本シンプルに10分のダイヤモンド千本させるとすぐやってまいります。ハイレーツがめちゃくちゃ溜まってるかなぐらいで、あとは普通っていう感じの台でございます。ポチンのねダイヤモンドが正式稼働してからまだ私ジャックポット1回も取れてないんでね、そろそろジャックポットを取りたいなという気持ちはありますが、まあいつも通りやってまいりたいなと思っております。それでは本日も10分のダイヤモンド1000本目指してやってまいりたいと思いまーす。どんぐらでやる。それとさ、本日のファンスポットことピザ増えへんかーい。さあ、2本目の調査セッポリ。ピザが増えるかな、吉田。お、セフィアルーレット。さあ、黄色あたり行ってくれると嬉しいか。あったかい。まあ、今回の赤ジャックポットチャンス強いからまあ嬉しいまであるかも。あ、なんかスピアルーレットの曲がいつもと雰囲気違う。悪くはないですね。これじゃあやりますか。
配ゼロなんだな。ダメっすね。ジャックポット決められる周期じゃないですね。で世界線が変わらないときついか。あー流れ変わってきた、流れ変わってきたよ。すげーボリアああ、またジャックポットじゃない周期に変わりましたね。じゃなかったやん。どうしたん？さあフォローチャンス。あーチャンス消えた。ピザ増えた。さあそろそろ。あーめだこりゃ。さあほぼほぼいけますよ。あとは運に身を任せた。そりゃダメやこりゃ。さあトリマー、あと黄色のジャックポットチャンス行くまでで一区切りの動画でいいんじゃないかなと思いますね。そう言ってたらアイアポくん、さあ当たり当たり当たり、アイアンジャックチャンス、アイアンジャックポットチャンス、あすっとだ。あ、グリーンって100枚もらえないんだ。ジャンボセプー、アナスポはちょっとやばいんじゃない。あーおー、あー緑ある。お疲れ、流れで入れちゃって、おーい、はい、これです。
も割とゴールボーナスいけますね。さあ赤お願いします。さあ確率5分の1、じゃあこのチャンスにいけちゃうよ。大丈夫かな。大丈夫ですね。いいですね。ジャンボトリチ。やばくて、やばくて。あー、やっとジャックポット取れました。壊すことはできるのか。ダブラポー。あー、次の位置やばい。ヤバタニエン、オワタニエン。上乗せ抽選はないですね。
っと行ったけど、あのファラオは崩したいな。これ含めて次に行ってくれれば、まあ、まだ被害は少なく済みそうです。いやー経路入らなかったよ。そうなるとちょっと沼る可能性出てきちゃうんだよな。へこむわ。おやおや、いや黄色入らん。困ったな。いや2回連続やった。黄色だ。モロタで駆動。駆動モロタで。さあ、ありがとうございます。あらジャコちゃん、パートワン抽選パスタドーダブラポーアナスポカセフー、まあ、一旦アナスポ偉い偉くて黄色かーい。次の位置きつくてお疲れい。おいおいラッコちゃんパート2抽選スッタドセフセフ。一回はね、ジャックポットステップ決めときたい。そうやな。次の位置はヤバスクリニックでダブラポーでアナスポ。アナスポしないか。危なし。いや次もヤバいんじゃ。ダブラポー。あー緑の位置めちゃくちゃ怖いですね。お疲れ。さあというわけで始まりたいと思います。ファロージャックポちゃん。あんま関係ない場所ですね。さあリーチにはなったけど、これだいぶきつめですね。粘ってくれればチャンスあるか。それではあと2回サテライト落ちましたんで、お土産見て終わりってパターンになりますね。最後はファラオですってよ。終わっていく。ドブペラメガル。さあそんなわけで今回はねジャックポットを取れてほぼプラマイゼロで終われましたかね。今日が1100枚ぐらいで始めたんでいい感じでございますと。あーとりあえずねジャックポットは取れたね。他のねパイレーツとかファラオとかもね次以降はね取れるようにね頑張ってまいりたいなと思います。それでは今回の以上お付き合いいただきありがとうございました。